クレアが初めて一人温泉を特集して7年、8年目となる今年はコロナ禍を経て、進化する温泉地を舞台に、巡る旅を大特集します。今こそ、巡るか、それでも、こもるか。さあこの秋こそ、楽しい一人温泉へ。画像、レオさんは萌柄さんにおすすめされ、愛読するようになったという中島ラモさんのエッセイ集を持参してくれた。そして、特別版のカバーには、 B、ファーストのマナトさんとレオさんを起用し、言葉をめぐる旅をテーマに、通常版と特別版合わせて22ページにわたってインタビューを展開。通常版では、ストーリー A、特別版では、ストーリー B と、それぞれ異なるインタビューをお楽しみいただけます。どちらもお見逃しなく、クレアウェブでは、クレア2024年秋号のコンテンツの一部を大公開します。なぜ B、 ファーストから生まれる言葉は多くの人の心を揺さぶるのか。このストーリー A では、マナトとレオが自身と言葉の出会いや大切にしていることを語る。そして、ストーリー B、同日発売の特別版掲載ではいくつかの言葉をキーワードに新たな道を切り開き続ける B、ファーストの現在地を明らかにする。レオと言葉、 萌柄さんの本は自分のすぐ隣で起こっていることのよう。大人になることを意識し始めた19歳の時、こんな大人にはなりたくないと思う出来事があった。苦い気分を引きずりながらたまたま入った本屋で、一冊の本のタイトルが目に飛び込んできた。僕たちはみんな大人になれなかった。著書名には萌え柄とあった。思わず手に取り、ページをめくっていくうちに一気に物語の中に引き込まれていった。 小説を最後まで読めたのは生まれて初めてのことだった。小さい頃は漫画ばかり読んでいて、10代後半に何度かベストセラー小説に手を伸ばしたんですが、大体10ページぐらい読んだところで、無理だ、と思ってやめてしまっていて。でも、萌え柄さんの本は最初から自分のすぐ隣で起こっていることのように感じられたし、登場人物たちの感情が自分の感情とシンクロする瞬間が何度もありました。 物語の中にいろんな音楽が出てくるので、それが想起させてくれる感情もあったと思います。以来、レオさんは萌え柄さんのファンになり、それまで苦手意識のあった小説やエッセイにも手を伸ばすようになった。B、ファーストとしてデビュー後、ファンであることを公言するようになってからは、萌柄さんのラジオにゲスト出演する機会にも恵まれた。23年に刊行されたブルーハワイには、 サントレオさんとの差し飲みエピソードも綴られている。